こんにちは。お出かけマイクが始まりました。司会の田尾彌子です。この番組は各地からの様々な情報をお送りします。今回お送りするお出かけマイクは愛知県名古屋市と瀬戸市の境界東北さんを紹介します。はい、それではリポーターのマミさんから今回のお出かけマイクをご案内します。マミさん、お願いします。こんにちは、お出かけマイクのマミです。今日私は愛知県名古屋市守山区の東北山に来ています。これから登山道を登ってみたいと思います。割とちょっと階段がずっと長くって暑くて大変でした。ここはちょっと涼しいかな、でも気持ちいいです。今日はここにはリスとかムササビとかタヌキが出てきます。ウサギさんが出てくると私嬉しいな、ね、このまま進めましょう。ところに来ましたね。結構ここまで来るのが階段が急だったのできつかったです。やっと来たって感じですね。緑が来る、頂上の展望台にやっと来ました。見てください、すごい綺麗です。あ、気持ちいい。ちょっと頑張った甲斐がありますね。でも感想としては普通の登山よりはかなり楽です。とっても綺麗。ここは夜景が綺麗そうなので皆さん夜景に来てください。下りは違う山道から帰ります。なんかこっちの方が楽らしいです。確かに起伏がないので楽かな。やった、下山してきました。帰りは楽勝です。皆さんぜひこの南側かな？から登られることをお勧めします。今回のお出かけマイクは東北山をご案内しました。皆さんぜひ登ってみてくださいね。では次回のお出かけマイクもご期待ください。さよなら。マミさん、東北山のご紹介ありがとうございました。皆さんもお天気のいい日に一度行かれてはいかがでしょうか。今回のお出かけマイク
愛知県名古屋市近郊の東北さんをご案内しました。次回も様々な情報をお届けしたいと思います。それではまたお目にかかりましょう。今回はこれで失礼いたします。